また会ったわね。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。正確には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの。偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それは。だからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に挑んだそうだな。嫌な予感がしてきたぞ。やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。この弾丸でマイトカズ。よく受け止めたな。俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって慢心はすまい。ああ二人ともとても強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっともそのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。必要なものはこれでしょ。持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。そうか。こんなところに人間か。宙に浮いてる。人間じゃない。精霊力の塊みたいな。精霊みたいなってことか。安易に己の概念に当てはめるのは愚かというものではないか。精霊ではないと思うわ。何かもっと異質な。お前の方こそ自分の世界の異質だろう。己が因果を背負いてなお運命に爪を立てるか。
どこかの一族を思い出させる。あまたの世界を破壊しながらあがく一族と、あまたの力を食い尽くす世界、どちらも醜悪に過ぎる。随分人間がお嫌いのようだなあ。確か鍵は6つって話だったよな。そしてここで6番目、つまりこれで最後ということね。気をつけて、こいつ今までの相手と違うよ。そういえばエドナは招かれたと言っていたな。あの研究者の仕業だと思ってたが、そうじゃないとしたら、その元凶がこいつだってのか。わからないが、聞いても教えてくれそうにないな。名乗りくらいしよう。我は時空を司る大精霊クロノス。お前たちの力を見せてもらう。クゾ！そろそろ幕を引こう、貴様らの試練。タイムクレーム。審判を下そう。削られず人間が受けられるか。しっかりしてくれ。集め、刻め、緑の勝つのか。負けるものか。死ねるか。挑戦で戦、味方しよう。連発戦で挑戦。決めて。面白い術を使うな。回復していく。正確には時間を巻き戻したのだ。本当に時空を？じゃあここはあなたが生み出したものなの？いや、我ではない。オリジンでもマクスウェルでも原初の三霊が関せぬ世界があるとはな。原初の？ではあなたはどこかに本物の異世界を作り出した存在だというの？何とでも言うがいい。このような存在までも招き入れてしまうとはな。やはり時空の扉に関する研究は禁じるべきもののようだ。禁じたところで人間とは飽きもせず愚かな歴史を繰り返す。この場所を知った人間どもは他の世界から奪い利用することしか考えないのだろうな。それは欲するままに行動し、他者に負債を押し付け、その結果を顧みようとはせん。させない。俺たちは目の前の壁を壊し続けてきた。だが、それで終わってはいけないことも知っているつもりだ。手を取り合い共存できる世界を作る。そのために諦めず進み続ける。うん、変えていく努力だってするよ。この研究は必ずやめさせるわ。だから、人間というものはこうも似るものか。我はしばしここに留まる。さっさと馬鹿げた研究をやめさせろ。クロノス、分かった。覚えておくのだね。この時空の扉を悪用し我らの世界に干渉しようとすれば、時空の狭間に突き落とし永遠の無をさまよわせてやる。おっかねえな。俺たちがいる限りそんなことにはならない。あんたはそこで高みの見物をしていてくれ。